こんにちは、くまです。こんにちは、たまいですハミラジです。ハミラジです。いやいや、えぐ久しぶりやで。これ7ヶ月ぶりらしいですね。そう、最新の動画見たらそっから7ヶ月前ってなってたから、衝撃受けてんけど。いや、帰ってきてたやん、日本に。自分そう、ね、年末から年明けぐらいまで日本に帰ってたんですよ、うん、今まだセネガルにいるんですけど、3ヶ月ぐらい帰ってきてたけど、3ヶ月ぐらい帰ってきてて、大体自分家におったやん、玉井の家に。俺も、ね、うん、2ヶ月ぐらい、ね、居候してて、死ぬほどチャンスはあったのに、セネガル帰ってくる前にはもう100個ぐらい音声撮るかって言うてたけど、そう、ハミラジ100個分ぐらい取りだめ したらもう終わりやな言って、言うてたんやけど、まあ、3ヶ月、まあ、2ヶ月ちょっとか、うちにおる間何個取ったんですか？ゼロです。何個取ったの？なんでやねん。ずっと遊んでたんやねやめろ、いや、なんかおのおの仕事はしてたやん。仕事はしてた、ね、おのおの仕事はしてたね。でもただなんか俺ら2人ってなった瞬間になぜか仕事の話を1ミリもせず、ずっと遊ぶ遊びの話はしてたね。仕事に関する話、もっと言うと仕事じゃなくてもなんか、なんていうかな、前向きなというかさ、はいはいはい、建設的な話、多分ね、2ヶ月ちょっとおって10時間もしてないよね、一緒に住んでたのに。一緒に住んでたのに、チャンスしかないのに何もせんかい、どないなってんねん。だからどないなってん、そのせいで7ヶ月ぶりになってしまったと。はいはい、すいません、お待たせしました。しかも今回はあの、いや、アミラジ、はいはいはい、はい、待ってるっていう声はいっぱいいただいてたんで、ああそうね、そう、ちょこちょこ言われるのよね、ほいで今なんかこんなコロナ、そう、直接とかよく言われてたから、でなんかコロナとかコロナなってるから今なんか、そういうのとか話してくださいとかね。でもやっぱりあのね、濃厚接触あかん言われてる時期やから、我々もセネガルと日本でね1万キロ以上離してる。確かに、すげえ安全に、安全に取れてる。ステイホームで、ステイホームコンテンツ作ってますんで、こっちとらね、ステイホームで1万キロ離して作ってるんで、絶対安全ですよと、絶対かかね、話しすぎるし。最初に言っとくのがまあ、なんていうかな、早く、まあ、このコンテンツを、ね、出したいっていうのもあるし、あと、まあ、多分、まあ、今回に関してはこれもう雑談、真面目な話もちょいちょいするかもしれへんけど、基本もクソ雑談みたいな感じで、まあ、寝る前死ぬほどステイホームしてて暇やなとかとっていう時に、まあ、聞いてもらえたらなみたいな感じなんで、あのいつもみたいなテロップつけたりしないんで、多分俺もそのコロナの、ちょっと見にくいかもしれない、コロナの話をすると、ちょっとそのなんていうかな、活字にするとなんかバッド評価がつきそうなこととかも多分言うから絶対だから、まあ、ちょっとテロップとかなしでね、もう音声のみで、はいはいはい、逆に俺からは結構勇気づける話するんで、ちょっとコロナでちょっとね、あの元気なくなってるとかいう人は、もう雑談やけどぜひ全部聞いてほしいな。まあ、だからほんま2人がそのなんか友達2人が普通に LINE 通話してるみたいなのをこうなんか盗み聞きしてもらってるみたいなつもりで聞いていただけると、はいはいはい、もうほんま別にそんなマインドセットを、ね、整えてもらって、そう、あんまり俺そのためになる話とかもせんって、 逆にもう今のうちに言っとこうかなと、うん、ちなみにまああんま興味ないかもしれないですけど、俺今セネガルにおるやん、セネガルの状況を一応言うとくと、ああ知りたい、まあ、うん、あんま興味ないかもしれんけど、うん、こんな感じだよっていうの、おうおう、一応緊急事態宣言みたいなのは1ヶ月ぐらい前から出てて、うん、でもあの夜8時以降外出禁止やね、うん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 、夜8時から次の日の朝6時まで禁止、結構長い、うん、あ結構長い、昼に俺起きるからほぼ外出のチャンスなしみたいな、うんで、うん、あの、その時外出してたらもうほんま罰金かもう刑務所行きぐらいの、がっつり、でも店も全部やってない、カフェも、だから、部屋にずっとおって、でセネガルビジネス、俺まあランドリーとかあの洗濯屋さんとかやってたんやけど、全部強制で締めさせられて、もう壊滅、確かにすごいなみたいな状況やね、なるほどな、で飛行機もないからもう全部止まってるから、もう、まあ、もちろん帰国もできひんし、みたいな感じで結構ね、面白いよっていう打撃を受けてるわけです、ね、しっかりしっかり壊滅してるんでね、不動産とかの方もそのランドリー以外も、もうストップしてるんや、あもうストップしてる、不動産特になんか土地とかやってたんやけど、土地売るとか、もう隣の町とかも行かれへんくなって、あそっかそっか、うん、え
都市封鎖的なこともしてるんや。そう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 、都市間の移動ができひんから、まあ、めちゃくちゃ頑張って許可もらったらいけるみたいやけど。へえ。まずダカールで出てる。まずダカール、そう、やっぱりあのイタリアとかあのフランスとか近いんですけど、セネガルってそっからでやっぱ持ってこられるのよね。あ、なるほどね。当時はね、うん、それでイタリア、ヨーロッパやばいやんか今、うんうん、そっから持ってこられたやつでめっちゃ広まりましたみたいな。ああ、なるほどなるほど。そっからもう全国に広がってんの、うん、そうそう、今全国やね、セネガル。なるほどな、うん、全国に広がってんのやったら都市封鎖する意味ないと思うけど、まあまあそうやな、うん、とかっていうことを多分言本質ついてまうわけね、冷静に。でなんかツイッターでさ、うん、なんか追いかけられてますみたいな、禁止の時間帯になんか外出てるやつらがパトカーに追いかけられ回されてますみたいなやつを上から動画撮ったやつ見たよね。あ、マジで、うん、そんなツイート俺してたんやけど、アホやからセネガル人、うん、めっちゃ終わったけどあれ、そう、緊急事態宣言出てからその初日から早速挑戦したんやろね、外出るやつ。なんそれとは何なん。いや多分何も考えてないやつら、何も考えてないやつ。あ、なるほどな。別に出てるけどええやろみたいな。あ、そういう基本ルール守らんからみんな、うん、ああ、なるほど。でやってみたらほんまに結構がっつり禁止されてたっていう。罰則あるもんね。そうやな、法的に。いや、なんか自粛してねとかじゃないからな、うん、できれば自粛してねとかじゃないから。もう死者とかも結構出てるんや。死者はまだ2人ぐらいな。で感染者も200、まあ、300弱ぐらいで半分ぐらい治ってるし、うん、人数自体は多くないねんけど、その結構縛りがきついね。対策してくるっていう、そのすぐ国閉めたし、すぐ外出禁止にしたしっていう、なんか謎に政府の対策は早いっていう。あ、なるほどね、うん、そうか。で日本やばいよ。日本もまあやばいね。飲食とかやってる人マジで、もう知り合いの人とか、はいはいはい、知ってると思うけど、何人かもみんな店閉めたし。いやいや、そのそうなるわな。一番最初に休業っていう、一番最初に休業なるわな、飲食なるわな。あと宿泊系も多分やばいやろな、ホテルとか。うんうん、もう一応緊急事態宣言出たから、うん、そう、罰則はないけど、うんうん、まあ、自粛しろよみたいな感じになったから、うんうんうん、いやーほんま大変や。まあ俺横浜やから、はいはいはい、あんまり、まあ、ちょっと人少ないかなぐらいけどね、外出ても。あ、でも都内のやつとさ、まあ、連絡取って結構写真とか送ってくれるけど、めっちゃ人少ない、うん、あ、やばい、あの新宿とか、新宿とか、なんか大阪やったら梅田とかの写真送られてくるけど、めっちゃ少ないやんってなんだ、うんうんうん、うん、だこの間そのまあちょっと用事やって新宿行ってんけど、うん、三丁目とかマジで夜一人も歩いてない。マジで、あのめっちゃ多い場所やん、うん、三丁目の宮街とか、マジで、うん、マジか。そう、ちょっと想像つかへんわ、もう普通に、うん、なんか偉くなってるよね、うんうんうん、皆さんは元気ですか。確かに元気出してね。、うん、ステイホームしてますか。してるやろそれは、うん、それはしてるやろ。してるのかな。ガンガン言う。もうステイ、うん、もう、まあ、もうこれラジオ撮ってるとかあんま関係ないし言うけど、まあ、なんかステイホームむっちゃ流行ってんねんな。そりゃそうやろ、流行るやろ。なんかやばいねんけど、ほんま。マジで、みんな家から出んな、家から出んなって。いや、セネガルもそうやで、もうほんま全然人いてない、もう家から出んな。よし、うん、まあ、でもステイ、まあまあね、そのステイホーム、家から出ないようにしようねみたいなこと自体は、うんうん、マジいいことやと思うねんけど、うんうん、いやなんかマジでそのみんなその、うん、なんていうの、そのもうヒステリックなってるっていうか。いやほんまそれやん、ほんま震災の時と一緒、うんうんうん、震災の時なんかアホみたいなことしてた人いっぱいいてるやん、はいはい、なんか買い占めてみたりとかさ、ツイッターでなんかその正しいか間違ってるかもよう自分で判断せんような情報を拡散したりとか、うん、確かとりあえずやばいですみたいなね、そう、拡散してくださいみたいな、そう、とりあえずパニック障害みたいなね、行動ね、それを今むっちゃやってて、はいはいはい、多分震災の時以上かもしれんよ、だから、はいはい、なんか、うん、なんかすごいなって。何やねん、すごいなって。誰やねん。誰やねん、自分。いや、ほんま、なんていうかな、ほんまね、言いますよ、言うてるけど、やっぱりなんか直接的な表現するの、ちょっとはばかられるけど。そういうやつ、アホやなって言われへんよね。いや、だから、ステイホームの何が言っちゃやばいって、多分、
うん、あれアフリカと、うん、その日本でステイホームのやばさ全然違うと思ってて、うんうんうん、で日本ってさ、まあ、特に都会とか一人暮らしとか多いやんか、うんうんうん、で一人で家におるとさ、なんかそういう社会の状況の中で多分鬼のように多分みんな不安になるやん、孤独で、うん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 、そっからもうわけわからん恐怖がどんどん増大されていって、うん、えらい行動を取ってまうみたいな、多分そのリスクがいっちゃんでかいと思うね、うん、ああなるほどね。それがさ、アフリカやと結構あのみんな大家族やねん、要はなんか8人とか10人とかで、うんうん、ステイホームしててもいっぱい人いてるから、うんうん、なんか鬱にはなれへんだよね、みんな元気、うん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 、家におるけど孤独ちゃうからなんか変に不安になったりせへんし、うんうん、みんな元気やね、うんうん、その元気な状態、正常な状態でおるむっちゃ大事やのに、うん、やっぱ日本やとその孤独からの不安からのもうパニック障害のリスクがでかいよね。いやほんまにネット上パニック障害だらけなんよね。いや絶対そう、そうなったらもうネットでなんか、ね、発信したりネットの情報を見てさらに不安を増やしてっていう、そのサイクルになるやんか。そうだよ、もちろんそのなんかテレビっていうのが、うん、その恐怖心煽ったりとかして、うん、すごい偏った報道をしてると、うん、まあ見てないから知らんけど、まあ、それはそうや、うん、いつの世もさ、うん、やってきてるわけ、いつもテレビはいつも、うんうん、だけど、うん、でみんななんかネットで情報収集するんだよね。それで、まあ、そうやな、ツイッター見たりとか YouTube 見たりとかで、うん、それの方がやばいちゃうかぐらい今汚れまくってるから、そうそうそう、そっからなんかポジティブにならへんやん、みんなそっからやばいってさらになって、うん、人生終わったの方に行くやん、うん、いやほんまにね、もう なんていうかな、どこまで言っていいか分からんけど、なんか言うてみて言うてみてくれる、ちょっと一番俺が気持ち悪いって思ったのが、緊急事態宣言も出たけど、出る前しばらく出さへんかったよ、うん、東京とか、まあというか普通に、うんうんうん、会見直後でもやってたけど、ね、あ、緊急事態宣言出るかみたいな、ロックダウン出るかみたいな、あ、でもなんか気をつけてくださいね、うんうん、大丈夫なんでみたいな会見ばっかりで、それをみんな叩いたの、ね、うん、早く緊急事態宣言を出せと叩いたの、はいはい、で有名人も名前は出さないけど、はいはい、そのまあ発信力のある人間がこう何人か、まあ、結構、うん、あの早く政府は緊急事態宣言を出すべきですみたいなことを言って、それに対してみんなが賛同してたの、はいはいはい、その発信をね、見た人らは、うん、俺はそれを見て、ドジキしたのよ。その、家におろうよみたいな、ステイホームみたいな、ハッシュタグが流行る、別にええよ。でも、その、緊急事態宣言って、その、僕らの権利を制限されるわけやんか、政府に。うん。うん、まあ、それってどういうことか分かってんのかな、みたいな。そのまあもちろん、うん、思想によって違うと思う、うんうん、そのちょっと加熱してきたんやけど、例えばおもろいからねその止めずに行くけどあの俺とか、まあ、奥村もそうだし、うん、ただこれ聞いてくれてる人とかっていうのもどっちかというと、うん、なんていうかな、うん、全体主義というよりか個人主義で、その、うんうん、自由に生きていきたいと、あ、そうね、自分の人生幸せにするために自分の自由っていうのを確保したいとか、より自由になりたいとか、なんなら幸せ運動を、自分の道をっていうね、そうそう、幸せ運動を置いといて自由が尊いよみたいなことを考えたりする人たちが多い、うん、そうやな、そうやな、だから会社辞めるしみたいなね、そうそれって、うん、まあ言ったら自由主義なわけや、そうやね、もうちょっと言うと、こうもうちょっと細かく言うとリベラルとかっていうような言葉になって、あのリベラリストとかリバタリアンとかっていうような言葉になってくると思うけど、うん、そうね、そういう人たちも著名な人でね、あ、この人多分リベラル寄りやなとか自由主義の人やなっていう人たちも緊急事態宣言を出せと言ってたわけ、それってその矛盾してませんかっていうことなわけよ、その緊急事態宣言を出して我々個人が持つ権利を制限するしてくださいっていうのは、うん、社会がこれから国が世界がどんどん全体主義に進むっていうことと全くイコールであって、なんでこの時期にこんなコロナが流行ったのか考えた時にさ、とやばないと、うん、思いませんかっていう、はいはい、やっぱりね、やっぱそうやってもうそんなことに考えが及ばんぐらい多分みんな不安とかパニックになってて冷静に考えれてないね、多分、うん、普段やったら全然そんな冷静に考えたら分かるなっていう頭持ってる人でもなんか家にこもってて
ツイッターとかでネガティブな発信を受けてたらだんだん不安になってきて、あもうなんかやばいってなって、そういうこと、うん、そういう叩いたり、自分の理想とちゃうところ行ったり、なんかロックダウンしろみたいなことになってたから、うん、一時期世間が、うんうん、やばいやん普通に。やばいね。いや俺らはその立場としてロックダウンなんてすんな、うん、緊急事態宣言を出すなって言うんやったら分かるけど、そうやな、立場的に共存していくいい方法を考えようやってやったわけ、ね、自由主義やから一応この国は、社会主義共産主義じゃないからね、一応は、うん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 、でももう助けてください、もう政府が面倒を見てくださいみたいな風になってるやん、で早う早うみたいな、早う金くれみたいなね、ちょやばいなと思って、そのもともとそっちの思想の人が早く出すべきだよみたいなのをここぞとばかりに叫ぶんやったら分かるけど、一貫してるよね、うん、みんな言い始めて急に、おいおい、はいはいはい、いやほんまね、いやその流れがさらにねなってるもん、ね、いやだからその別に偉そうに予言するわけじゃないけど、例えば、うん、そのこれから絶対僕らの権利を制限するような法律がどんどん出てくるから、うん、で世界が絶対にもう全体主義の社会に突入するから、そのまあすごいな、だからその何だろう、例えば日本でさ感染者出ましたってなって、はいはい、で感染者のそのじゃあ2週間ぐらい潜伏期間があるんやったら、その間、うん、どこに行って誰と会ってましたかみたいなことっていうのを知りたいわけやんか、うん、でもそれってさ言っちゃうとさその、うん、周りに迷惑かかるっていうか、も言わん方が迷惑かかるけど、その、うん、お前コロナやったんかよみたいなこと言われたり、うん、とか怒られたりとか非難されるんちゃうかもって言いたくないみたいな人もいるそうで、そうだから全部が全部把握できないんですみたいな、それ困ってるんですみたいなことを言うてるんやけど、例えばその、はい、韓国かどっか忘れたけどは、うん、もう GPS でその誰が、うん、その誰とどこで接触したかっていうのを全部トラッキングできるね、うん、はいはい、もうデータに残ってるわけね、うん、もうしてるんやって、でもそれってよく考えたら、はいはい、プライバシー思いっきり侵されてるやん、うん、まあ、でもめっちゃ嫌やな、まあ、でも周りみんなはそのいやいやでもコロナやししゃあないやんかみたいな、うん、まあ、思ってるわけよ、まあ、その気持ちもでも分かるけど、はい、でも、はい、そういう法律、今言ったような例えば法律って、うん、これからどん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 出てくるわけよ絶対に、うん、でコロナはいずれ収束するから、で、うん、じゃあコロナ収束した時に残るの何ですかって法律だけが残るわけ、そうやな、こっちが、うん、こっちが生きにくくなる法律だけ残るもんな、そう今の中国とか、まあ、中国思いっきりさ監視社会になってて、うん、そんなようなレベルじゃないぐらい世界が、うんそうなっていくからこれから、うんうんうん、それを思いっきりそのこのコロナが加速させてるわけでさ、うん、そうね、うん、で、まあ、それはもう絵を描いてる人がおるから、ああこのタイミングでこういうのが流行ってっていうのをさ、うんうんうん、別に人工的に作られたとまではこういうところでは言わへんけど、うん、もう言うてもうだけどね、うん、そう言うてんのと一緒やからね、だけどいやだってこのタイミングで流行るからなわけでさ、まあそうね、ほんまに、うん、まあまあね、うん、だからコロナを恐れるというよりも僕らはそれを恐れた方がいいんじゃないかというか、はい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 、うん、だから俺が今直近恐れてるのはその緊急事態宣言を例えば政府が解除した時に、うん、解除なんかすなと、うん、ニューヨーク今こんななってるぞ、ヨーロッパこんななってるぞ、解除して何してるんや、もっと制限しろってみんなが言い始めたらどうしようっていう、はいはいはい、そこの方がビビるわけ、完全に洗脳されてるやんもう、うん、いやほんまね、でもまあ多分 そんなような流れにこれからなっていくやろうなっていう世の中が、いやなるね、だから俺からしたらねやっぱ絶対不安になって恐怖やばいからもうそんなことなってまうわけよね、自分がさらに不利になるようにな行動を、うん、なんかもう反射的に取ってまうというか、うん、もうやばいからみたいな、うん、パニックション。だからあのまずね、クンバ墓しろと。確かに。いやほんまに。なんか知らんけど、ほんまにそう。普通にステイホームしてネットに繋いでたらネガティブな情報が入ってきてまうわけやんか。いやほんまにほんまに、なんか動物の。そこで一旦クンバ墓してっていう、ケツ閉じて。で、ネガティブな情報を一回受け止めて打ってやってみたら。
で、冷静になるやんか、まあ、ちょっとは、うんうんうん。ってなったら、まず言っちゃやばいのは不安からのパニック障害やということに気づいて、うん、で、これって多分みんな多かれ少なかれあることやから、うん、みんなでみんなをね、勇気づけ合った方がいいと思うね。うん、要は、会えんのやったら、ようけ、LINE でこうやって通話したりして、あ、そうそう、元気出させ合うっていう、その、まず、元気になれっていう。ズーム飲み会みたいなね、最近入る。そう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 、オンライン飲み会みたいな、ね。俺もやったけど、この間。マジで。ちょっと俺呼ばれてないねんけど。そう、別のコミュニティなの。なるほどね。なるほどね。うん。うん。そうやって、で、そうやってなんかさ、お互い元気づけ合って勇気、ポジティブな状態になったら、うん、意味わからん行動ってまあ取りにくいやんか。確かに。そこになるやんっていう。なるほどね。そう。で、自分元気になるのもやし、仲いいやつとかは勇気づけたってなっていう。うんうん、そうだな。じゃあ必要以上に怖がる必要ないんよね。ほんまにだから311の時、そう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 、俺も311の時東京におったから放射能とかやるコーナーとかっつってみんな騒いでたけど、はいはい、ほんまにね、それよりもみんなパニック起きてる、うん、そうで、やっぱね、一人とかで不安で孤独でおるとよりパニックになる環境できまくるから、そうね、いや、まあ、なんか、ね、恐れるなってわけじゃなくて、正しく恐れたらいいと思うんやけど、そう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 、冷静に恐れようやん。まあなんかやばい、もうツイッターも YouTube もやばいよね。いや、だってそんなん見たらそんなすげえポジティブな情報なんかないやん。家からなんかちょっとでも家から出たらもうすごい叩かれたりするやん。ああ、すごい叩かれてんのよ今。なんか、なるほど。まあ我々ちなみに家ですからね、基本的に家におることがそもそも多いから、うん、ね、あれやれやめろよ基本的に引きこもりとまあ、ネットで仕事できるから、ね、初めから引きこもりの肝だやったとは、うん、そうだからそっちの方が怖い。いや、だから不安やねんって、みんなマジで不安やねん。まず何か知らんけど不安っていうのがいっちゃやばいから。いや、そんなコロッと洗脳されていってる、なんていうかな、もうそれってなんていうかな、だからサイコハザードみたいなのが起きてて、そうやで、だから、うん、いや普通にバイオハザードより怖い、そっちの方が。そうやで、いや、メンタルやられるの一番やばいからな、普通。いや、もうそれがね、メンタルから持っていかれてる、メンタルから持っていかれてる人、まあそれもそういう感染やとしたら、そっちの方が感染広がってるよね、うん、そうそう、メンタルからやられてどんどん他は全部崩れていくというシステムにね、うん、されてるからな。嫌 やほんま何嫌 やほんま嫌や、もんな気もほんま、ほんまわがままか、わがままか、ね、なんか気持ち悪い世の中に突入していくなっていうことの方が、コロナ収束すんねやもん、別にほっといたら。やし、そもそもあれなんよ。で、そこまで絶対メンタルが。もう一個言いたいのが、なんか感染者出たらか、出たらかみたいに、なんか思ってる人が多くて、そうじゃないわけやんか。その、もう集団免疫獲得するしかなくて、集団免疫獲得するためにどうしたらいいかって、集団免疫を獲得するために必要な、その感染者っていうのがいて、感染者数だ、最低こんだけ感染してもらわないと日本は集団免疫獲得できませんよっていう人数があって、その人数感染せな終わらんから、だからそれが例えばその政府の介入が弱すぎたら、しなさすぎたら、とか遅すぎたら、この間のニューヨークみたいなことがあって、あの病院のベッド足りませんとかさ、医療崩壊ですやみたいなことになったりする。だからそれってつまり、その、ほんまは1万人でよかったのに、感染する人数が2万人3万人になってもうたら、そのプラス1万2万っていうのが無駄じゃない、いらんかったですやってなるから、し、医療崩壊とかしてパニックになりますやん。だから、そのペース早すぎっていう問題なわけや。うん、でも、逆にペースが遅すぎると、うん、その間ずっと、例えばこんな外出自粛みたいなのが、その間経済と止まってる。経済とかあるから、経済止まっても人死ぬから。病気以上に死ぬからな。そう。そう。だからなんか最近なんか命よりも経済を優先するんですかみたいなこと言うけど、いや、そもそもその質問がおかしい。いや、その経済止まったら人死にますけどですし、そのコロナでさ、うん、そっちの方が死ぬから、もっとなんか言ってまうと、コロナで死ぬより経済止まって死ぬ人の方が辛いですよっていうさ、うんうん、話でさ、だからペースが遅すぎてもあかんくて、一番政府がやろうとしてるのは正しい速度で、その最低人数以上いかない、
いいようにうまいことコントロール感染者数をね、うん、しようとしてるのであって、感染者数が増えた増えたやばいやばいでは全くない、うん、もちろんその政府が隠してんのよ感染者数は絶対に。まあそらそらな、うん、政府はあの死なないように死なないようにっていうところを徹底してるから、うん、別にみんな感染してもええと、ただ死ぬ人数は減らしましょうっつって頑張ってるから、うん、でそれで言ったら世界的に見て日本ってめちゃくちゃ上手にやってるから、それ俺の意見じゃなくて、ヨーロッパとか偉いことで偉い人もみんな言うてるから、うん、日本上手にやってるって。うん、うん、だからなんかそのほんまになんていうかな、そのそれを恐れてちょっとパニックになってネガティブになってっていうのはよくないから、その、うんうん、そういうもんやからほんまにね、うん、怖がらんといてほしいよね、うん、みんなね。いや怖がらんで、ね、怖がらんためにやっぱ中村天風の成功の実現ばっかり予想してみてね、ほんまマジで、ほんでほんまにあなんかメンタル知らん間にネガティブな方に持っていかれてたわっていうところに気づいたら、うん、だいぶそれだけでちゃうからね。いやそうよ、知らん間にメンタル持っていかれてんのほんまによくない。全然コロナは怖ないよ、まあ、例えば俺らの年で言ったら、うん、もちろんなんか、うん、じゃあ俺らの年で言ったらおじいちゃんおばあちゃんとかがもし、うん、まあコロナになったらやばいんちゃうかみたいな、うん、多分俺のばあちゃんもコロナになったら絶対死ぬし、うん、うん、そらな、やっぱそれは別にも普通のインフルでも全然やばいかもしれない、うん、そうそうそう、普通のインフルでもやばいし普通の肺炎でもやばいんだよ、全然死ぬほどやばいから、ね、インフルの方が死んでるし毎年毎年、そうね、インフルの方がしんどいからな絶対、うん、しんどいかどうかわからんけどなったことないかわからんけど、死んでるからコロナで、そうインフルの肺炎で死んでる人間なんて毎年10万人ぐらいおるんやから、コロナで何人、それもちろんその亡くなった方もいてるしね、それ、うん、大したことないですよっていう意味じゃなくてね、うん、12万人に比べて何人死んでるんかなっていう、そうあんまり怖がらんでいいんちゃうかなっていうね、うんうん、ステイホームすることはいいと思うけど、うん、そんな怖い、それはだからなんかその怖がってる人が悪いんじゃなくて、その怖がらせるようにその誘導されてるから間違いなく、うん、そう、うん、でそう怖がるように誘導されてるなということにまず気づいたらだいぶ、ね、そうそうそう、冷静になれるんじゃないか、そうそう、なんで感染者数が合計何人ですみたいなことばっかり言って何人が回復しましたっていうような報道をしないのかとかさっていうようなことなわけや、うん、結局簡単に言ったら、うんうんうん、怖がらされてるな、なんで怖がらされてるんやろうなってなった時に、これからその偉い人たちっていうのはどん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 その全体主義していきたいのよ、うん、みんなが怖がってアホになってくれたらなってくれるほど、私たちの権利を制限してください、うん、それ認めますっていう風になっていくから、うん、そっちを恐れようっていう、うんうん、そうね、意味わからんところで恐れて不安になってパニック障害になってるのしんどいと思うからね。それで言うとなんか逆に、うん、恐れさせること言うけど、あの多分、うん、コロナで終わらんでっていうことを言ってる人、うん、うわー、うん、ビビらしてくるやん、みんなビビらされたらあかんで、このおじさん、コロナはあの、いやこれもだから雑談やから、僕村との雑談やから言うけど、うん、あのコロナトリガーやから、うんうん、これからその先にやりたいこと、その先にやりたいことがあるよ。で結構理想の世界、ね、結構その理想の世界の実現っていうのが差し迫ってるよっていう、うんうん、その描いてる人らにとっては順調に進んでるのよ、うん、だからなんかどんどん今例えば出国できひんとか、そもそも飛行機飛んでないとか、出国できて飛行機飛んでも今度入国できひんとかさってなってるやん、それって結構やばくないですかっていうさ、やばいよ、セネガル閉じ込められてるし、うん、俺も、うん、これもまあ言ったら権利奪われてるわけでさ、そうね、うん、でどん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 なんていうかな、こういう状況になってきたら経済も止まってってなってきたら、その、うん、全部の国がさ自国の利益優先し始めるやん、もちろんだから、うん、もう完全にグローバル化なんて終わってしまったし、これ言うともうあれないけど、もう全部言うてるわ、もうええやろブロック経済みたいになっていくわけよ、てかもうなってるわけよ、うん、でブロック経済ってさ、うん、そのまあ、聞いたことあるやろうけどさ、うん、その世界恐慌起きて、うん、1929年に起きてから、うん、そのイギリスとかフランスとかアメリカとかでこう取られた、うん、まあ、経済体制みたいなやつでさ、あの時は、まあ、みんな植民地とかあったやんか、うん、でだからその、まあ、植民地含めたそのブロック経済圏で経済回して生き残りましょうみたいな
世界恐慌ですけどもみたいな、うん、でなった時に日本とドイツとイタリアは、うん、いやそんなそのイギリスさんフランスさんとかはいっぱい植民地あっていいですやんみたいな、僕らそんなん持ってないんで、うん、植民地増やさせてくださいよみたいな、いやそれはあかんねんみたいな、自分でなんとかしいやんみたいな、うん、いやそんなこと言われてもきついっすよみたいなって、生き残られへんみたいになって、結果何が起きたかなわけやん、うん、っていうのと同じパターンを今歩んでる、うんうん、なるほど、そのいやそこまでね、うん、そこまでみんな多分考えてないというか、それどころちゃうわっていう多分マインドになってて、気づきも多分しにくいから、そこがやばい。それね、俺、ま、っていうか、うん、まあ結構怖ない超やべえし、そっちの方が今恐れている。だから、うん、まあ別に日本に核弾頭を積んだミサイル飛んでくるっていうことではなくて、うん、まあでも、うん、その後々振り返って第三次って呼ばれるような、うん、何かって1個しかないけど、多分起きるって個人的にね思ってる。なるほどね、うんうん、個人的に玉井さんは、個人的に玉井さんは思ってると、まあもう思ってるわ、むっちゃ嫌なって。ちなみにそんな個人的に思ってる玉井さんは、なんか個人的に対策、そんな未来に向けて対策を考えてたりするんですか。いやほんま雑だけど、いやまあ、うん、死ぬまでにさ、俺らもさ、まあ、俺ら平成元年生まれでさ、まあ、平成ジャンプやね、ギリギリ平成ジャンプ、ギリギリ平成ジャンプやから、そうギリギリ一応ミレニアム世代に入れてくれるっぽいんだけどね、俺らって。ああ、やったやったって知らんけど、まあ死ぬまでにはさ起きるやろなって思ってた。いやいやいや、まあ、思ってたやん、はいはい、なんかよく日本って80年周期で危機が訪れますみたいなこととか例えば言うね。あ、そうなんや。で、うん、今から80年前って何起きましたか。第二次世界大戦起きてて、あ、そうやな。でその80年前が倒幕運動起きてる、幕末の革命みたいなのが起きて、でその80年前が江戸時代の大飢饉みたいなのが起きてて、はいはいはい、だからまあそろそろやなみたいな、はいはい、っていうのはまああって、なんか知らんけどそういうの周期性があるんやって、うんうんうん、でだから、まあ、春夏秋冬でいうと20年ずつ移り変わるわけよ。で間違いなく今、うんうん、冬の時代なわけで、はいはいはい、まあ何か起きるやろうなみたいな、はいはい、うん、でまあ言われているけど、その、うん、俺らってその、うん、俺らもそうだし俺らの親世代もそうだけど戦争を経験してないやん。してないな、戦争って言ってるけど。でもさ、よその国はさ、別に俺ら生まれてからもさしょっちゅう戦争してるやん。うん、だから地球上で戦争なくなった時期なんてなくて、俺らだけ、ないな、いや80年ずっと戦争してないって、うんうんうん、でそれって思いっきりバイアスかかっててさ、正常性バイアスがかかってて、うん、戦争なんて起きるわけないって俺らマジで思ってるやん、うんうん、でもよその国からしたら、まあ、意味わからんもんな。そう、でもよその国からしたら何言ってんのや、戦争やってますけど、うん、みたいな話。アフリカもいっぱいあるからね。そう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 、そうなった時に戦争もなんでやるかってお金やから、うん、別に日本にミサイル落ちてくるよとかじゃなくて、なんかそういうような出来事が起きた時に、まあ世の中むちゃくちゃになるわけやん、うん、そうなった時に一番正常性バイアスかかってるってことは、僕らは今その盲点になってるわけやん。スコトーマだらけやし、うん、判断誤るし、いろんなね、うん、なった時に、まあ戦争もさ起こす人っていうのがいて、あとはその戦争っていつ起きるんかなみたいなさ、こういうのことが起きて起きたみたいな、うわーみたいなことじゃなくて、起こす側の人がいて、起こす人がいつ起こそうかを考えてるだけの話だから、じゃあいつ起こすんですかってなった時に一番儲かる時に起こすわけやん。まあそうやな、うん、っていうのが、なんていうかな、俺も正常性バイアス今でもむっちゃあるけど、残念ながらあるけど、うんうんうん、あれむっちゃ早まってないみたいな、はいはいはい、うん、もし起こす側やとしたら、そう、うんうん、近いうち起こそうとするかもしれんなみたいなさ、うんうん、でなった時に日本を攻撃するんじゃなくて、日本から金奪うっていうことはできるわけでさ、うんうん、みんなバイアスかかってるからアホやからさ、うんうん、だからこれから別に日本にそのさっき言ったようにミサイル落ちてくる運軍じゃなくて、うん、日本からいろんなものを奪われて、うん、経済がむちゃくちゃになって、うん、みたいな、消費税が 20% 超えてみたいな、
ようなことっていうのが、うん、あのもう起きる、もう俺の中で、うん、俺もう雑談として俺のなんか人生設計じゃないけどとして、うん、あの起こることは気になります、気になります、起こることは確定して、うん、考えやだなっていうふうに思ってる、ね、もう情報空間上でも情報空間上で起きてる、はいはいはい、まあ、まあそれまだ先なわけでさ、先っつっても、まあ、いつだろうと思うけど、まあ、それに、そのね、あの消極的な積極的に備えようぜっていうね、そうそうそう、その積極的に備える、なんか案、なんかある、考えてる、個人的に個人的に、いやでもほんまに偉いことだったら別に俺らみたいな人間さ、ペーンって終わるから、そうやな、瞬殺をされるな、本気出されたらな、なんか直接デコピンもしてくれへんやみたいな感じやから、そうやな、うん、ついでついでやもんな、うん、あの金持ってますとか例えばね、うんうんうん、そんなもん通じんから、そうやな、うん、やけどまあそまだその隙間が、まあ、あると思ってやっていくしかないんやけど、うん、隙間があるのであれば、まあ、うん、ある程度の資産と、うん、で、うんうん、そのまあなんていうかな、どこにいてもしっかり経済活動ができる、まあ、自分のビジネスをしっかり、はい、持って、うん、でかつ日本じゃなくても別の国、うん、よその国に定住できる、セネガルでもいいんですか、そうセネガルに定住できるとかねっていうような、うん、まあ、それ一個じゃダメ、いくつもねできるような、はいはい、その、まあ、権利と、はいはい、でだから、まあ、自分だけがさ俺逃げるわやってもさ別に意味ないな、うん、自分の大事な人とか、そのな、逃げたところの国で孤独なって死ぬだけやから、そうそうそう、自分の大事な人とか前の人間とかっていうのも含めてそれができるような、うん、守れるような人間にならないと、うん、やばいって思ってたけど、うん、え、うん、マジでもうやばいやみたいな、ちょっと待ってよって、うん、ちょっと待ってよってなってる待ってくださいってなるなぐらいのスピード感やな、うんうん、急ぐんで言うて、うん、最低限でそれほんまに、まあ、最低限やな、ないとだって別にミサイル落ちてくるわけじゃないけど、例えば今この状況でさ明日さ、うん、俺の頭の上にミサイル落ちてきますと、うん、いうことが分かったとして、うん、何もできひんもん、そうやな、うん、飛行機飛んでないし、うん、裏口でねその飛行機飛んで飛ばして海外に逃げれるっていうような人間もいてるけど、うん、世の中には、うん、俺そんな権力ないもんっていう、ないんや、うん、ないし海外行くのにパスポートいるもん、なるほどね、うん、普通いるよね、うん、普通の人間やもん、そうやな、うん、だから明日飛んでくるんですよって言われても、うん、まあマジかってなってマジか死ぬだけですやんっていうマジかってなって、いやもう落ちてくる瞬間とか普通に起きてたくないからちょっと今日は徹夜して明日思いっきり寝ようみたいなそれぐらいの対策なんて、ぐらいの抵抗しかできない、それがマックスのマックスの対策なんて思うんだ、だからまあもしだからそうなってもたらねっていうか、まあそうなるという、うん、ある程度織り込んだ上でというか前提で、確かに皆さんも準備してね、セネガル来る準備した方がねいいっすよ、うん、そうセネガル行った方がいい、セネガルの方が安全かな、うん、いやもうほんまもう俺らがジジイぐらいにの時にねなってくれたら、そうやったらな、まあゆっくり準備できるけどねそうし、その頃にはそれをなんとかできるようなね力がね、力がねるかもしれんし、ついてるのに、うん、そう令和一桁台で来るのをやめてよっていう ねだからこそ俺はもうほんまに中村って絶対積極を発揮しようってみんなに言いたい、いやほんまにね中村天風的な発信っていうのがこれからどんどんね、そのだから俺今書いてるもん、メルマガを、メルマガとかブログをね、そっちに、もうみんなすげえもう強い心をね持つための、うん、一番大事なところに発揮するところね。ほんまにそれが大事。一番大事。ナンパで無視されてショックですとかそんなのちゃうから。いやほんまナンパしてる場合じゃなくなるからよ。人生の強さやから。そうん、女の子に無視モテへんくて辛いですとかじゃないからこんなんね。うん、そのメンタルを発揮するところやから、うん、発揮してさらにその自分の仲いいやつとか大事な人も勇気づけれる力大事やから。なるほどね。そうね。そう。ネズミ子みたいにそれを広げていかなきゃいけないもんね。
そう広げるから、そんな発信するから楽しみにしといてね。読むだけで元気出て、その元気を周りのやつにも出してあげたくなるような、力をねあげたくなるような、まあ、こういう時こそね、やっぱポジティブで明るくおらんと、すげえシンプルに言うと、シンプルに言うと面白いお笑いとか見たり、元気でポジティブな映画を見せるか。いやそう、あ、1個ちょっとなんか暗い話ばっかりしてたけど、あれやけど、うん、あのざっくりハイタッチのメンバーの YouTube チャンネル始まったの知ってる？あ、知ってるで、うん、それおすすめですよっていう。まあおもろいわな、うん、うん、むちゃくちゃ嬉しかった。昨日というか、とこれ撮ってる前の日、ドリームマッチ何年かぶりにやってたの知ってる？あ、なんかやって、見ましたっていうのはね、誰かに言われたよ。俺は見たよ、うん、見てない。奥村にこれ撮る前に見とかなあかん思って。そんなおもろかったの？いや、あ、普通やったな。全然元気。そういうなんかおもろいコンテンツは探してね、うん、シェアしていかんと。なるほど、そう、うん、だからあのジュニア小籔フットの YouTube みたいなチャンネル名なんやけど、うん、それはおもろいから。ざっくりハイタッチめちゃくちゃおもろかったからな。死ぬほどおもろかったから、うんうん、まあ俺らあのノリがすごい好きやん。うんうんうん、ああいうノリがみんなも好きやと思うんで、うん、皆さんも、ね、そういやほんまね、ぜひ見てください本当に。うんうん、いや俺だから、それでまず YouTube のエンタメ系のやつはもう、そのざっくりのメンバーの YouTube とかまいたちのチャンネルしか見てないから。かまいたちも見てんねや。かまいたちはもう全部見てるで。すげえかまいたちに俺似てるって言われるからな。まあそうやな、山内の方ね。いや、だって俺のおかんが言うてるもん。実家帰って、まあ、テレビ見て、陰で言うなよ、おかん。テレビ出たら、直接言うてくれ。テレビ出てきたら、ああ、奥村君やんか、言うてるで。いや、直接言うてくれ、陰で言うな。ちょ、ディスる気持ちで言うてるやんけ、クソ。でもよかった、でもおもろいやつでよかった、ほんま、似てるやつ。確かに、まあ。めっちゃおもんないやつに似てるって言われたら嫌やからな、なんとなく。うん、コロナよりショックやわ、そんなの。おもんない言われる方が、いやおもろいからな普通に、うん、よかった。やっぱ全然違うわ、おもろさというか、同じような別に YouTuber でしてるわけじゃなくて、うん、ね、の企画やっても、ね、全然ちゃうやろ、もうだってトーク力全然ちゃうし、うん、いやこれからほんまね、どんどん素人 YouTuber が死んでいくよね、うん、我々のようなね、うん、素人 YouTuber がYouTuber に慣れてないよ、ね、7ヶ月空いてるしな。てかこんなチャンネル登録、こんなさ300人ちょっとしかチャンネル登録おらんのに、うん、なんで俺さっきそのあーこれはちょっとあんま言いにくいって言うてたやろ。影響力ない、何言うても大丈夫じゃん。多分みんな多分それ思ってるで、誰も気にしてへんわね。多分それ勇気づけれたんじゃん。こいつ東大やけど、実はもう一個引いた客観的な視点で見たら、こいつアホやなって思ってくれたんじゃん。アホやっていうかお前がパニック障害やんけってっていうことだね。そういう勇気づけしてたらおもろいな。お気づきでしょうかっていうことね。そのトリック、そういう実は勇気づけをしてたんですよっていうことね。そこに気づいてた人はおもろい人やな。そう、なんかブロック経済が第二次世界大戦と同じようなシナリオ、そうやな、ちょっと難しいこと、東大戦っぽいこと言う、それこそ言うといてっぽいこと言うて言うといて、いやいや誰も聞いてへんちゅうでしょうか。めっちゃ滑稽やさっきだって俺めっちゃいろいろ言葉選んで喋ってたのに。そうです、しかもちょっと難しいこととかも言うて、言葉選ぶレベルにいねえ。ちょっとっていう勇気づけだったので、お気づきでしょうか。でも YouTube に目つけられへんし、バンなんかされへん。ヒカキンが言ったら問題やけど。そうやな。うん、おもろ。何でも言えるわ、うん。めっちゃおもろいやん。このチャンネル。そうだ、弱小 YouTuber やからこそ、うん、その本当になんていうかな、ポジショントークとかね、うん、その人気取りだったりだとかっていうところのあれをなしってね、うん。マジフラットに話せるね。マジフラットに話せますせっていう、しかも1万キロ離れたところで撮ってるからね、そこをディスられることもなくね、ディスられることもない、うん、そうアホみたいにステイホーム言われることもないし、初めからステイホームしてるわ。そういうことやな、ほんま。そういうことやな。そんな感じでやっぱポジティブにね、やっぱおもろい話はしていきたいよね、うん、まあそうですね、うん、もうまあもうなんか
これな雑談やったらねいくらでも取れるもんねって言って、確かに確かに、ストローやろってまだ7ヶ月空けてくるんかよって多分そこの信頼多分されてないから、こいつら取る取る言うて一個も上げてけへんやんっていうそれもパニック障害やん、もう普通にしかコロナ関係なくパニック障害になってるやんけ、やばいな、トイレットペーパー買い占めてる方がマシやで、マジでほんまや、そいつらの方が IQ 高いやんけ、余裕で高いほんまや、3ヶ月俺帰国してたのに100本取る言うて0本やったもん、ゴルフばっかやってた、ほんまや、ゴルフはやりましょうみんな、あ、そうね、ゴルフはおすすめ、ゴルフやっぱ距離感あるからね、確かに確かに、うん、あのだから1個思ったのがそのさ、うん、さっきも言ったけど、あのパニック障害、パニック障害の俺がまた真面目な話すんねんけどそのどんどんさ、あの、まあ、俺らの権利制限されていってるとってなった時に、うん、そのリベラル寄りの人が、うん、その早く緊急事態宣言出せみたいな、わけわからんことを言い始めて、著名人とか、うんうん、なんかどっかのコメンテーターみたいな、はい、選ぶっていう人も含めてね、はい、で言い始めた中、そのホリエモンはねそんなこと言わへんかって、俺が確認してる中では、はいはい、うん、そこはねなんか俺めっちゃ好感度上がって、あの人の、はいはいはい、じゃあそこの発信をチェックするのは全然おすすめやでみたいな、うん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 、うん、あの人パニック障害ならへんからね、パニック障害じゃ なさそうやな、うん、全然、うん、そういう情報はまあ多分収集したいと思うけど、うん、うんうん、そうね、なんか変なの回ってきて拡散希望みたいなこと言っても拡散せん方がうん、いいよね、ほんまに、うんうん、そうね、それ別に日本に限ったことちゃうけどね、世界で起こってることやと思うけど、うん、それではめっちゃおもろいこと思い出してもた、そのアフリカのパニック障害、そんなパニック障害あるっていう最近事件があって、うん、あのギニア人のお手伝いさんを、まあ、家に雇ってるわけを掃除してもらうよね、はいはいはい、で、あの、まあ、まあコロナや言うて、まあ、あのマスクをあげたのよね、うん、ああ、ほうほう、でまあ部屋でもまあつけたり外でも使えるように言うてあげて、うん、でまあ次の日よね、うん、まあ、マスクもつけてないと、いやどないしたん言うたら、うん、いやもう破られたと、えどういうことって聞いたら、うん、家に持って帰ったらおかんにそのマスクを破られた、でそのおかん曰く、いやもう白人の陰謀でマスクにコロナの毒塗られてるからつけたらあかんって言われて破られたみたいな嘘やろみたいな、なったもん、もうあの本人もその人間じゃ別ないです、本人も呆れて爆笑してたんやけど、うん、おかんそれでヒステリックなってる言うて、誰そんな陰謀あるみたいな、マスクに、あの市販のマスクには白人がコロナの毒塗ってて、それでアフリカを壊滅させに来てるんや、うわ破れマスクみたいな、ああそう、でもあそれで思い出したから言うけど、うん、こんな弱小チャンネルやからこそ言えるけど、このコロナで一番死亡率高い人種ってどの人種だろうっていうさ、はい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 、うん、あんま言わんけど、そのアフリカでそういうのがあったよっていうのを聞いて思い出したっていうことでさせてほしいそう、そこまで情報っていうかね、そのバイアスというか、うん、だからあのえらい行動を取り出すとなるとね、そうおもろいけど笑い事ちゃうやんっていう、笑い事じゃ結構ないよね、だからうんそんなやつおるんやって、そう、まあ、だからそいつら界隈ではそういうことになってんねやっていうことね、惜しいよね、うん、まあ、うん、惜しいな、惜しいけど、うん、ちゃうな、うん、惜しい惜しいけど結構ちゃうな、マスクには塗ってへんやろ、うん、コロナを、うんまあ、でも、うん、あの、なんていうかな、これも、これはほんまに別に弱小であっても言えやんことなんやけど、うん、今回のコロナがさ、うんうん、その、人工的に作られてるみたいな陰謀論としてね、あその人工的に作られたんじゃないかみたいなことって言うやん。あで、俺もまあ、もちろんそう思ってるんやけど、うん、陰謀論好きやもんな、自分。うん、陰謀論好きやからって思っててほしいんやけど、あその、一個だけ事実を言うと、ああそのまあ俺とも奥村は共通のやねんけど、まあ うんまあ、どういう知り合いかも言わへんけど、うん、コロナの、うん、まあ、武漢でまず一人目の感染者が出ましたと、うん、出る前から、
うん、コロナが来るって分かってなかったら絶対に取れないような行動を取ってる人っていうのがいて、うんうん、いたね、うんうん、で、まあ、その人って何て言うかな、まあこんな弱小チャンネルでそんな人知り合いにおんのかいって思われるかもしれへんけど、まあいるんですね、まあ、我々は、まあ いるんですよ、うん、で、まあ、それは、まあ、その辺の日本の政治家なんかも知らないような情報も入ってくるような人っていうのがいて、うん、だからまあ、うん、なんていうかな、世界のシナリオっていうのを描いてる人間とか、うん、それを選ぶ人間、意思決定する人間って一人じゃないけど うん、まあいるわけやんか、それって。そうやな。で、それ別にそのグループだって一つじゃない、うん、でも、うん、その一つのグループの意思決定っていうのを、うん、僕らよりも早く聞けるポジションにおる人っていうのが、まあ、うん、それはいるやんか、うんうん、そういう人がいるという前提で考えたら、うん、で、俺ら一般ピーポーは、うん、そのイベントが起きてから、うん、わあイベント起きた大変やってなるけれども、うんうん、そのイベントが起きるしばらく前に、うん、これからそういうことが起きるよっていうことを聞ける人っていうのがいて、まあイベントな主催者側の、うん、そうそう、なんか主催者の隣におるやつみたいな、そうね、うん、そうで、そいつって言ったら、まあその人はだからなんていうかな、そういう不況みたいなのが起きますよとかパニックみたいなのが起きますよじゃなくて、ウイルスが蔓延するっていうことが分かってなかったら取れない行動っていうのを取って、はいはいはい、大儲けしてる、はいはいはい、してるよ。で、俺はそれを聞いて、うん、もう確信に変わったんやけど、あ、うん、だからまあそうなのよ、このね順番、こういうタイミングでなんでこれが流行ったのかっていうことを一回前提において、うん、その考えてみると、これからどういう風に世の中がなっていくかみたいなことっていうのも、うん、だからそっちに何て言うかなね、その視点をずらした方が、今日なんか家によってしんどいなとかじゃなくて、うんうん、でそっちにやっぱ視点ずらすにはやっぱポジティブじゃないとそういうこと冷静に考えられへんから、なんか元気になるためにも成功の実現ね、中村天風の読んで、で元気になったらやっぱそうやって冷静に抽象度高い思考もできてくるとは思うから、うん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 、うんうん、そうだよ、だから怖いわ何がいねいやもう、まあ、そりゃパニックパニックだってこうやって撮ってね、我々も、そう、うん、そういや雑談だったね、いやほんま雑談やからね、別に、うん、適当に喋ってるけど、うん、まあこれから結構大変ですよ、だからほんまね、あ、ほんまにあの自分のビジネスを追った方がいいよね、みんな、ああなるほどね、うんうん、せめて自分と自分の大事な人を守れるだけの、うん、だってまずは経済力やから、ああなるほどね、絶対、まあそれは絶対そうやんか、そうやな、自分と自分の大事な人を守れるだけの経済力を身につけないと、うん、本当に後悔する時が、いや今こんなパニックになってるとかっていうレベルじゃなくて、うん、時が来るよ、うん、じゃあ、ブログ作らんとね今から、うん、みんなもまあそうやな、そうやな、アメブロでも作る、いやほんまにそう、アメブロはもうちょっとアメブロではないね、ワードプレス作らんと、アメブロじゃなくても、うん、そう、いやでもまあそうね、パソコンあったらできる仕事っていうのを、うんうんうん、そのまあスキル身につけたり勉強したり実践したりは、うんうん、まあじゃなくてもいいしね、なんなら、うん、何でもいいから、それをまあ結構そのまあ5年後ぐらいに3年後ぐらいにやろうかなみたいなことを思ってた人とか、うんうんうん、どれしようかな思ってた人っていうのは結構そのうん、うん、まあ、もう俺がもしその人のことをすげえ友達、普通に友達やったら、うん、むちゃくちゃ葉っぱかける、はい、もう今マジでやばいぞって、うん、今すぐやれって、うんうん、なんならチャンスやしね、今自主チャンスタイムやな、みんなやっぱほんまにネット見てるからな、やっぱ見るんじゃなくて発信する側になった方がねいいからね、うん、まあ多分大丈夫だよね、うん、日本はねまだね、その、うん、日本の経済は知らんけども、多分あの身ぐるみ剥がされると思うけど、これから、うんうん、まあ、身ぐるみ剥がされてもね、やっぱりメンタルが強ければねそっから確かに確かに頑張ろうって、やっぱそこでパンツ一丁でも寒風摩擦するもんな、そう真冬にそれぐらいやっぱあれば、そっからでもまたやり直せるじゃないけどさ、その、うん、やっぱ諦めたら終わるからね、メンタルがくじけて、うん、あ、戦争に備えましょうそうね、あとはその全体主義に反対しようの流れに少しでも抗いましょう、うんうんうん。
そんな感じかな、うんうん、もっと意味ないこと言いたいな、なんかまだまだ言い足りてないと。真面目なこと喋ってたもんな、お前。あんま聞いてなかったけど俺、うん、うん、まあちょっと、まあそうやね、真面目なこと言ってしまったね。うん、結構言うてた真面目なこと、うん、もっと変なこと言おう。こういうとこ、こういうとこや。何粘ってんねん、1時間過ぎて1時間1時間過ぎて変なこと言えるまでずっとずっと撮り続けるみたいな。諦めろや、もうこれはこれでええやないか。ちょっとなんかもっとなんかうんこうんことか言いたかったのにって思って、うん、まだその名残が諦めきれない。諦めの悪い男やの、ほんま。はい、そんな感じで、はい、今回は以上で。ありがとうございました。ありがとうございました。また7ヶ月後に会いましょう。いや、もうちょい早いくわ。それでは、はい。